から4年度入社を目指す就活生の皆さん、新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛要請などにより就活に不安を感じていませんか？福山商工会議所と FM 福山が意欲みなぎる就活生の皆さんを全力でサポートします。月曜日から金曜日、毎日午後3時から15分間、福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、今こそ地元で働こう。毎日2社、令和3年度新卒者採用予定の企業をご紹介します。あなたの力を求めている企業が必ず見つかります。お相手は就活生の応援団、高橋秀俊と田原千代子です。この番組は福山商工会議所の提供でお送りします。それではスタートです。今日初めに紹介しますのは、福山市西町にありますビンツーでおなじみのビンゴツーン株式会社です。はい、黄色いトラックが街中を走っているのを、ね、よく見かけますよね。そうですね、はい、FM でもコマーシャルソングと言っていいんでしょうか。いいコマーシャルソングだよ ね、 ね、耳に残る、ね、はい、流れてますけれど、トラックで運ぶ、ビン鉄道コンテナで運ぶ、ゴー運ぶ運ぶよビンツー。ビンツーは2018年に設立75周年を迎えましたが、お客様のあらゆるニーズにお応えするため、さまざまな商品を創造してきました。トラック、鉄道輸送、倉庫流通加工、引っ越しから事務所移転まで、物流に関する商品は幅広く取り扱っています。また福山港より海外コンテナ航路を就航させ、福山から全世界へ、うん、全世界から福山へと、今まで以上に地域に密着した事業を展開しています。 PR したいことです。私たちビンゴツーンは企業の貨物輸送を中心に総合輸送サービスを展開しています。また日本ツーングループの一員として、日本全国に輸送体制を築いて、安全迅速確実をモットーに最適な輸送メニューを提案しています。今後は中国やベトナムなど海外工場からの輸送や海外貿易で日系企業との間に立ち、海上輸送から通関保管、陸上輸送までを担う物流サービスをさらに強化していきたいと考えています。はい、物流はなくてはならない生活インフラですので、コロナ禍であっても業績が安定した業界ということを就活生の皆さんに知っていただければと思います。そうなんですよね、物流ってね、物を運ぶって必ず人の手がいるんですよね、うん、うん、という意味では確かに業績が安定した業界というのはね、分かるような気がします。そうですね、はい、ビンツーの求人数です。大卒が1から5名程度、こちらは総合営業職です。そして高卒が5名程度、こちらは技術職作業職です。現在の募集方法はマイナビ、リクナビ、電話、メールです。会社説明会の予定日はぜひお問い合わせくださいということです。就活生の皆さんに一言、ビンゴツーンの採用スタイルは新卒100人採用して1年後に10人残ればよいといった方法ではありません。新卒採用には定年まで働いていただけると思った方を採用しています。特に女性はライフイベントがあり働けない期間があると思いますが、育児休暇、勤務時短制度などを活用し継続して働ける環境を提供しています。ビンゴツーンでは全額会社が費用負担する資格支援制度があります。はい、トラック運転手の健康管理などを行う運行管理者、うん、貿易に精通した通関士、損害保険募集人資格などなど、たくさんの資格取得を応援しています。うん、入社後さまざまな資格を取り、物流のスペシャリストとして地域貢献してみませんか。ビンゴツーンのお問い合わせ先、電話番号です。 084-921-2511 084-921-2511 です。福山市西町にありますビンゴツーン株式会社のご紹介でした。
続いてご紹介するのは福山市箕面町にありますマナック株式会社です。事業所の PR です。マナックの製品は主に中間原料中間体として使用されていて、私たちの生活の中で大切な役割を果たしています。物を燃えにくくする特性のある難燃剤は、冷蔵庫などの家電製品や断熱材の入った壁、自動車のダッシュボードなどに使用されています、うん、また医薬品の原薬や抗菌剤、スマートフォンなどの基板に使用される電子材料など、最先端分野の製品にもマナックが作った中間体が使われているということです。これ全部必要なものですよ。そうよ ね、 ね、うん、マナックは今チャレンジフォーチェンジを合言葉に変革をしています。現状に満足することなく、常に新しい働き方や新しい技術へのチャレンジを続け、2028年度の創立80周年に向けて、社員が生き生きと働き、社会に貢献し続けるグローバル企業となることを目指していますということです、うん、マナックの一番 PR したいこと、マナックはユースエール認定企業です。ユースエールとは、うん、若者の採用や育成に積極的で働きやすい職場環境であると厚生労働大臣から認定を受けたもの、お墨付きですね、うん、でこの認定を取るにはですね、いくつかの条件を満たしていないといけないんですって。例えば残業時間が少ない、うん、入社後3年間の離職率、職を離れる率が低い、有給休暇の取得日数が多い、はい、育児休暇の取得率が高い、うん、などがあります。これらの条件を満たした企業のみ認定され、とても働きやすい会社であることがお分かりいただけると思います。マナックは社員が生き生きと元気に活躍することができる会社ですということです。マナック株式会社、求人数は生産技術職高卒2名、設備保全職電気系機械系、大卒専門卒高卒2名となっています。現在募集方法はマナックのホームページ、メールまたは電話です。説明会ですが、希望があれば随時開催するということですので、お問い合わせをなさってください。就活生に一言、マナックは科学を通して人々の暮らしが豊かになるものの原料を作っています。豊かになる、幸せになる、それはすべて笑顔につながっています。私たちは社員も含めてみんなが笑顔で暮らせる社会にしたいと思っています。そのためにはまずは働きやすい職場環境づくりをはじめ、2019年にはユースエール認定企業に認定されました。コロナ禍においてはマナックで製造している e-tac という製品が注目を浴びました。よく聞きましたね、 e-tac。 e-tac とは固定化抗菌剤のことで、抗菌効果が1週間持続するという特徴があります。この e-tac を原料とする e-tac セーフティーコート抗菌剤をコロナ禍の中、福山市に寄贈し、市内の小中学校で活用していただくなど、社会貢献活動にも力を入れています。マナックはこれからもより良い社会にしていくために変革をしていきます。私たちと一緒に科学の力で笑顔を作りませんか、ということです。マナック株式会社、お問い合わせは 084-954-3767、 084-954-3767。 福山市箕面町マナック株式会社のご紹介でした。今日はビンゴツーン株式会社、マナック株式会社、この2社をご紹介しました。リスナーの方からの質問です。仕事が終わった後はどんな過ごし方をしますか。卒業したらやっと勉強から解放されると思っていたのに、先輩からプライベートの時間も自己研鑽が大切と言われました。自己研鑽ね、まあ、この自己研鑽もいろいろ分野がありますからね。自分を磨くためには、いや別に学問だけじゃないですね、いろんなことを勉強したが、いろんなことを勉強するといいと思いますよ。もう社会に出てる、出たわけだからね。
まあ、それとね、会社入るまではいろんな業界とかね、いろんな会社を見て回ることができたけれども、うん、会社に入るとどうしてもその会社の村にね、収まってしまうから、今度は意識をして、いろんな業界、いろんな職種の方、またいろんな年齢層の方たちと、まあ一言で言えば異業種交流会ということになるのかもしれないけれども、まあ、そういった場に積極的に出ていって、人脈を広げていくということもこの自己検査の一つだと思いますね。ぜひこう幅、ぜひこの幅を広げてね、自分の仕事で、あ、この時には、あ、そういえばあの時のあの人にちょっと聞いてみよう、頼んでみようとかね、まあ、そういうような人脈広げていくというのも大事だなと思いますね、うん、プライベートの時間もやっぱり例えば、遊びに行った先でも自分の仕事に関係のある何かがあると、あ、あれいいなとか、そう、ね、あ、こういうやり方するんだとかっていう意識はちょっと頭の中に残ってるかもしれないですよね。会社を一歩出たらもう何も仕事のことは一切考えないっていう方も、まあ、オンオフの切り替えでいいかもしれないけれど、どこかでちょっとこう思ってることもあるかもしれないし、その遊びの場、プライベートの場でうんとアンテナに引っかかったことが大きなヒントになって何か仕事につながるなんていうこともあるかもしれないですもんね。そうですね。常にこうアンテナを立てておくっていうのはね、うん、必要かもしれませんね。この番組は YouTube FM 福山チャンネルでアーカイブしています。聞き逃した、紹介したい就活生がいる、そんなあなたはぜひ YouTube もご活用くださいね。福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、今こそ地元で働こう。この番組は福山商工会議所の提供でお送りしました。お相手は就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子でした。就活の夏はこれから始まります。皆さんの明るい将来を祈って頑張れ就活生。